ちゃん。こんにちは。はい。杉高さん。いや。今日はちょっと初の試みです。今英語でいやって言ったから。いや。まあ、無視して言ったけど。何を。いやいや、違う違う、あのね、あの。どうしました？コメント欄に俺の挨拶を聞くとすごく元気になれるっていう、はい、そういうコメントが来てたんで、はい、ちょっとまあ元気よく言ってみたんで。そうですね、ゆとさんいつもあのこんにちはとかありますね。そうそうそう、今日はじゃあちょっといやということで、うん、初の試みでした。うわーっていうのもいいけどね。ありましたね。でいやも初の試みだったんですが、はい、今日ちょっと初の試みをしたいと思います。はい、まあ、球団がな、 DeNA が、そうなんです、協力してくれて、はい、あの DeNA の球団の方がご好意により、ご好意で映像、まあ、キャンプの映像を使ってもいいですよと。そうな、はい、これが一番ありがたいよね。いや、そうなんですね、あの映像ないとなんか説得力に欠けるというか。なんで？いや、違う違う違う、俺の説得力な、俺は一生懸命喋って説得力を持たそうとしてるけど、より、厚みが、そう、出るんだよ、出るということで、うん、ちょっと今日は、はい、投手編ということで、はいはい、ピッチャー陣のそのキャンプの様子を動画を交えながら、そうだね、まあ、どんな状態かとか、こういうのいいよねとか、ここちょっとも、まあ、見たい人は決まってるでしょう。でね、うん、これ当たり外れがあって、はい、この当たり外れっていうのは何が起こるかというと、うん、天候によって練習メニューがガラッと変わるんだよ。そうなんです。で、天候が良ければ、はい、一通りの流れで、うん、まあ、スタッフも一通りの流れを取ってこれるんだけど、はい、行った時って天候が悪かったんだよ。結局運がないんだよ。いや、そのでも運がない中でも映像を、貴重な映像を使えるというのは非常にありがたいです。まあそうだね、ありがとうございます。本当にあのな、 DeNA はね、はい、あの協力してくれて、はい、まあ、本当に喜んでるけどね、ありがたいです、まあ、監督まで来てくれてな。そうですよね、応援せざるを得ないという。でもこれは、まあ、確かに、はい、まあ、OB だから応援はしてるけどね。、はい、でも OB だから厳しくなる部分もあるけど、もちろんもちろん、でもなんか強くなるためにはやっぱ協力していこうじゃないかと、はい、そうですね、そう思っちゃうよね、はい、はい、じゃあもう早速、そうだよ、はい、お前グダグダ喋らんで映像見せるんだ、そう、皆さん思ってる、そんな感じだよ。じゃあまずは、はい、投手の中でも豊さん、はい、もう皆さんも見たいと思ってますよね、はい、きっと小園投手、ルーキー、広島の小園が出てきたら笑うだろうな。ちょっと笑いますね、いきなりね、なあ、なんか DeNA の18番小園、そうです、ね、じゃあちょっと見て、これが見たかったよね。そうですよね、実際その、じゃあそのブルペンでどんな投球を見せてくれているのか、はい、ちょっと見ていきましょうか。あ、まあ、小園ね、真ん中で小園が投げてる18番、はい、立ち姿は大輔に似てるけど、あ、そうですか、うん、でも投げ方が全然違うよね。あのね、はい、上原浩二に似てるわ。あのね、立ち投げのような感じで前に乗っていくという、はい、そういうところが見れるよね。ちょっと足上げたとか止めて、はい、この立ち姿っていうのは軸がまっすぐ立ってるんじゃん、はい、これね、普通のピッチャーだとこう落ちたりとかするんだけど、このピッチャー高いまま行くんだよね。確かにここからです。高いままね、割っていけるんだよ。で、あんまり沈み込まないで、はい、立ち投げみたいなの投げて、うん、そのまま前に乗っていこうとするんだよ、はい、これはやっぱ上原浩二に似てるわ。ということはその球の威力だったりとかパワーの伝わり方っていうのは、うん、どういうふうな感じ、球持ちがいいだろうな。だからスピードガンよりは速く感じるよ、はい、バッターは、バッターはね、はい、はい、もう一回いきましょう。これがもう一ついいなと思うのは、はい、こう足上げていくよ、はい、こう上げて足上げて顔がキャッチャーから切れるんだよね、一瞬、一瞬切れる、うん、ここで止めて、はい、ここでキャッチャーを見ないよね。あ、見てないです、正面見てます。正面見てるよね、はい、キャッチャーの方見ると軸がこうやってブレたりするとかするんだけど、はい、やっぱり正面だったら正面見るとスッと立てるでしょ。そうです、横向いてまっすぐ立てる、あのグラグラします、そうだろ、はい、だからここら辺がセンスがあるよね。だからキャッチャーの方ずっと見とかなきゃいけないんじゃなくて切ってもいいんだよ、目は。でこれどどで足が上がるでしょ、はい、流して、はい、流してからそれから見るよね、はい、ここの時点で見るよね、はい、もうこれもう焦点を定めようとして見るよね、はい、一本足でもう立ててるから、はい、これはねやっぱ非凡だわ。あ、そうなんですね、うん、やっぱね、所作が、はい、
やっぱピッチャーとして完成度高いね、はい、あ、そうなんですね。それと、うん、あの上原浩二に思い出させるような、はい、こう立ったまますっとそのままの移動で投げ切れるという、うんうん、はい、だ今そういう投げ方が主流になってんだよね。あ、そうなんですね。こうね、昔はね、右 膝に右ピッチャーだったら泥がつく、そのぐらい沈み込んで投げるっていうのがあれだったんだけど、はい、小園の場合は立ち投げのような感じで前にできるだけ持っていってボールを離すんです。膝を見てると、はい、絶対に泥なんかつかないよね。つかないです。今ね、そういうピッチャー多いんだよ。昔のピッチャーつかないと、もっと沈み込んで投げろという、うん、もう時代が変わってるから、はい、やっぱこの今風の投げ方というか、はい、だから上原浩二呼んできてほしいな。臨時コーチみたいな感じで。臨時コーチで。やっぱ小僧のちょっと預けたら、はい、でフォークを教えてあげたいな。あ、この投げ方だったら必ず上原浩二みたいなフォークが投げれるはずだよ。ビッグボスじゃないけど、はい、上原浩二にすぐお肌して、はい、あのちょっと見てもらったら。これはあの三浦監督があの上に例えば交渉してとかそういうことになってくるんでしょうかね、うん、まあ、三浦監督でもいいんだよ、うん、ただ三浦監督とはやっぱちょっとタイプが違うな、うんうんうん、でやっぱこのピッチャーはおそらくフォークを投げようとしたら、はい、フォークも多分持ってると思うけど、うん、素晴らしいフォークを投げるはずだよ、はい、だからそれを投げ分けができたのが上原コーチだから、はい、コースに投げ分けられたから、うん、だからそれをあの教えてもらうと。今からでも遅くないので十分もあるよ。いやいや、臨時コーチってキャンプだけじゃなくて、はい、オープン戦の時でも、例えばこっちに戻って本体が戻ってきた時でも、はい、ね、ピッチャーって先発しない時はこっちに居残りで練習してたりとかするから、その時に教えてもらうとか、はい、斉藤隆でもないよ、タイプが。斉藤隆っていうのはどちらかというと横の変化だったけど、はい、このピッチャーはおそらく縦の変化になってくると、うん、縦の変化っていうのは今のバットの軌道に合わないピッチャーなんだよ。だから小園は勝てるピッチャーなんだよ絶対。そうですね。だから縦の変化、大きな変化、うんうん、これは大輔に教えてもらえるのよ、監督に、はい、このカーブの縦割れのカーブ、うん、あとはフォークの投げ分け、うん、これを上原浩二に教えてもらったら、これは素晴らしいピッチャーだよ。一級品ですね。やっぱね、奥川とこうなんかこう毎年最多勝を争えるようなピッチャーになってくる。いや、楽しみですね。楽しみやな。ちょっとね、あと上原浩二さんがね、来てくださって、浩二頼むよ本当教えてくだされば楽しみですけれどもね。はい。いつもあのなんて言うんだろう、力あるからね、ボールにね、はい、で小谷さんが後ろで、これは小谷さん有名なね、有名なっていうか、はい、こういろんな球団を渡り歩いて、うん、まあ、大体主に DeNA、ジャイアンツ、ヤクルト、はい、この3球団をこう、まあ、なんかこうじんぐり回ってるみたいなさ、はい、コーチなんだけど、小谷さんが触った、うん、あのピッチャーってほとんど大丈夫になってくるよ。歴代どんなピッチャー？いや、だから森田浩樹、野村博樹とか、はい、古から言えばね、はい、ああいう時代から教え出したから。そうなんですね。あとはそのヤクルトのピッチャー陣とか、はい、うん、教えてたからね、うん、この伊勢投手は豊さんどうですか、ちょっとフォームから見てみると。あ、やっぱりね、課題はね、はい、やっぱこうスライダーだとかカット系のボールなんだよ、はい、だからそれをやっぱ教えてもらってるのかなっていう感じがするよね、うん、だから、うん、
まあ、フォームも特に悪いとは思わないんですけど、はい、でもやっぱこうなんか小谷さんが変化球の時は少し溝落ちをこう奥に送るというか、はい、そういう感じだと腕が、ま、巻き込めるっていうような、うん、とかちょっと本当ちょっとしたことを教えてくれるんだよね。あ、そうなんですね、はいはい、ちょっとそのあたり映像だとなかなか、まあ、なかなか、まあ、いやそれはな分かんないよ、それは分かん、うん、そう言うなよお前映像もらってて、まあ、ちょちょこっちが後ろ側分からないけども、はい、だから結果は出てくるからもう、まあ、楽しみに、楽しみにしておいて、はい、さあ続いては、はい、三島投手です、はいはい、スタッフによると結構飛ばしてたというか、やっぱすごかったっていうふうに。そうだね、三島はね体がちっちゃいんだよね、身長が170から171にじゃない。あ、そうなんですね、うん、ちょっと小柄なんですね。小柄なんだよ、はい、だからできるだけこう体を大きく前に持っていこうとする。あ、今の投げ方良かったね。はい、もう一度じゃあちょっと見てみますか。これね、その前から、はい、その2つ一緒に流してみて、はい、これ最初見といてよ、はい、右あの左肩が下がって右肩がねものすごくかぶってくるんだ上から、はい、上からかぶってくるんだけど次の投げ方はいいよ、うん、次の投げ方は、うん、スムーズに縦回転してくるから、うん、で前にバンと持ってこれてるから、はい、やっぱね余分な力が加わって、うん、例えばこの肩がより以上に上がったりだとかすると、うん、やっぱり肘より肩より肘の方が上に上がらなきゃいけないんだけど、うん、余計に上げようとするとやっぱこっちが沈むし、はい、左肩が沈むし、そうなってくるとうまい回転ができないんだよ、速い、うん、自然な回転が。だから2回目に投げた時っていうのはやっぱそこが平行にできるだけ平行に回りながら若干右が高いという、うん、だから腕が叩けるという。だから2回目ちょっともう一回見せて、はい、よっしゃ、これはいいね、確かに平行でしょ、はい、いやこのフォームが平均的にできると、うん、結構ねそういう癖があるのよ、うん、で器用なピッチャーだから、はい、自分でちょっとしたら再考したりとかするんだけど、こういうフォームで1年間投げれたら安定した力になってくるよね。その1回目の最初のだと最初のだと崩れる、崩れる、コントロールも悪いだろうね。あ、よっしゃ、ます、だから結局さ、うん、左肩と右肩の入れ替えがスムーズになるかどうか、この左肩で向かっていっといて、うん、いざ投げるときに左肩と右肩がスムーズに入れ替われるかっていう、うん、そこだから三島投手、うん、もうでもね、三島投手に関してはいやこれはねでも三島はこれだけこの時期に腕が振れてると頼もしいよ、うん、ああいいね、前に持っていけてるもんな。たまと、ここやったら真ん中だ、ちょっと振れてるよな、まっすぐ行きます。こっちまっすぐ行きます。こっちは。こっちまっすぐ行きます。まあ、まだ三島投手もどの位置も明かされるか。まだ、いやまあできれば抑えをやりたいと思ってるはずなんだよ、はい、でもまあ安明もいるしね、はい、まあ、いい競争になるといいよね。そうですね、うん、そうというわけで、はい、今日はちょっとあの投手編、まあ、まあ2人だったけどね、はい、主にね、まあ主にいろんな投手がで投げてるけども、はい、まあ大体でも興味があるのは、うん、まあ、小園であったりだとか、はい、まあ、三島と、うん、まあ、山崎安明は今日この日は投げなかったのかな、はい、だからこれ投げる人投げない日があるんだよ。そうなんだ、天候もあるんだよ、うん、運が悪いな、うちのスタッフは。いやでもルーキーの小園投手と取れたのは、まあ、それすごいですよ。しかも、まあ、ちょっとそれ映像にはなかったんですけど、初ブルペンだと思うよ。あ、そ、小園、そうですよね。でも初ブルペンにしては堂々たるもんだね。そうです、で
彼の後の投げた後のインタビューがね、はい、傾斜で投げるのが久しぶりだったからみたいな、すごいなと思うよ。俺は高校の時ピッチャーやってたけど、はい、傾斜だろうが平らだろうが全く関係なかったけどな。だけどその傾斜で投げるからうまく体が使えるのかとかバランスがどうなのかっていうのを心配してる。もうね、考えはね、完成されてるよ。素晴らしい。あとは体がついてくるかどうかね。そうですね。あとは実践でどういうふうに生きてくるかってことですね。まあ、焦ることはないけども、はい、少し焦りながら早く見たい、うん、そうですね。あと、もう三島投手が投げて、野手としては、例えばオースティン選手だったりが、いや、めちゃくちゃね、うん、いや、外もそうだけど、はい、オースティンもそうだけど、うん、めちゃくちゃ頑張ってるらしいよ。気合入ってますね。いや、気合入ってるっていうか、やっぱ昨年出遅れてね、うん、で自分たちのが入国できなかった、これはあの2人の責任ではないけども、はい、でもやっぱ責任を感じてチームが低迷した、うん、我々はそんなチームじゃないんだということをね、やっぱ示してくれるよ、この2人は。そうですね、うん、で今日は投手編をやったんですけれども、はいはいはい、次はあの野手編も、そうだ、はい、取ってきてるので、バッチリ取ってきてるらしいよ。楽しみですよね。ちょっと見たけどね、そうでもないいやいや、そんなことないです。いやでも頑張る。あるのとないの全然違う。誰が協力してくれたの？ DeNA の球団の方です。ありがとうございます。